はちょっとだけやります。この後ろに写ってる手は誰でしょう。お化けじゃないんですよ、ちゃんと人なんですよ、人なんですよ。誰でしょう。細。ヒントはこの細さと声です。細い。ちょっと山本。山本、あ、山本って言っちゃった。そうです、山本ひかるです。山本です。ひかる、かぶったらいかんかがかぶってる気がするわ。うん、リサかなって来てる。ピカルンです。そうです、かぶっていいのこれ。似合うな。似合わんわ。似合わんわ。これなんやろな、これ。あ、すごい、いっぱい、なんかいっぱい来てる、いっぱい来てる。すごい、これ何わかんない。ショールもよくわかんないよな、何回やっても難しい。そう、ココさんありがとうございます。なんやろな、なんかさ、あれも難くない、なんか冗談読み上げるとき。あ、わからん、壇上か、壇上なんか難しいよな。仕組みがいまいち、よくわからんよな。久しぶりに来れた。久しぶりです。久しぶり。やばい、ちょっと頑張りがね。やっほー、ショーマン、あ、そうだ、ショーマン見に行ってきました。ピカ昨日行った。ピカは昨日行ったんやな。一人で行ったん。あ、うちお母さんと行った。あ、そうなんや。お疲れ様です。あ、そうなんや。ママと行った。かわいい。ママと行ったらしいです。私は誰と行ったでしょう。食べるこれ。あ、お腹空いてないな。そうやった、この3回目やった、このくだり。ちょっと冷めそう。これめっちゃ入れるかな、机なあ。お、イケホの、イケホの、え、イケホの壇上いる。え、イケホのいるやん。ほんまやん、2位にいる。ほんま。でもほのと言ってないんです。ほのと言ってない。今日は首大丈夫、取れたかと思った。え、嘘。なんかさ、そう、ママメでもさ、なんか首なんか大丈夫みたいなさ言われとったんやけどさ、私首なんかしたっけ、わかんない。公演の時になんか やったっけ。まこち、お、まこちです。え、ほのコメントしてる。え、いいな、うちもあやぺんとまこちと遭遇したかった。うーん、したかった、したかった。女の子に気づかれて最後出る時に、うちもそう、後ろ向いとってその子が、うん、めっちゃ手振ってて、やっぱさ、友達かと思ってさ、あれ友達みたいな。そしたらかりんさんのうちは持っとって、あー、そっかってなった。なんか話しかけてくれて昨日、うん、めっちゃ嬉しかった。あ、そうなんや、かわいいよな。テンション爆上がりで帰った。あやほの尊いな。ナム。ほの。ほのすごい、2位におるやん。すごなあ。あ、トランポリンのやつか、首って。そういうことか。そう、あの、あれ、み、そう、知っとるかな。あれ、YNN や。あ、そう、それ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 。ほんまにびっくりした。あの、飛べなすぎてびっくりした。これは何配信ですか。なんやろ、これちょっとお試しみたいな感じかな。からすぐ終わります。あやぴょん見てた、鼻血出てきた、やば。え、でもあやかもあるよ。あの、中学ぐらいの時に好きなキャラクターいたんやけど、あの、それ見てたら、女の子のキャラクターやけどな、なんかめっちゃキモい人みたいやけどさ、好きすぎて鼻血出てきたことあってさ。すごい、それと一緒の気持ち。それやってみたいな。やってみたいって何。何それ。ピカちゃんショールームしなさいって来てる。え、ピカちゃん、今日ピカちゃんしようか迷ってるけど。ピカちゃん、ピカちゃん公演始まっちゃう。あ、そうだね、ピカちゃんね、見るもんね。見る。美咲ちゃん当たった、いけ、 どういうことや。サカタン、いけ、ちょっと LINE で。トランポリン神回、ほんま。待って、ミヒナ来てる。え、ミヒナ、ミヒナ、あー、来た、ミヒナ、ミヒナ来た。コーラ片手に、コーラ片手に来た。ほんまや、あやぴょんってコメントしとるやん。そうだよ、ハゲちゃんのアバターで。リサとそれか。あ、そうなん、かわいいな。かわいいやろ。かわいかったら分からん、ショールーム。え、なんで
全然分からん、後で教えて。いいよ。やったやば似合うやろ、かわいい。あやぴょん海鮮丼で何食べたん？あの海鮮丼食べました、あの普通のほのと一緒のやつ食べたえ、ほのかと行ったん？え、前行った、ね、なんで？なんで？誘ってよ夜ご飯食べようって言われて食べてきた。行こう、夜ご飯食べようってアンペに LINE したら来てくれるってこと？え、いいよ全然。え、マジで行こう。いいよっつって行こう行こう、みんなで。やっぴー、あらお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 ら、殺されるうちの子です。よっちよっちみひなはあれなんだよね、あの妹さんだ。何食べさせてくれた。みひなはなんだっけ、妹じゃなくて親戚の子供。え、なんでなんそれ。それ感あるわ。え、わかる？わかる。え、なんでなんで、うん、でもみんなも、あ、ひかるもそっち系。え、なんかさ、うん、あの、あやぴょんとまこにめっちゃ偏見言われたこの間。うん、ひかる、あ、ごめん昨日ピッカルに会えて嬉しかった。うわあやまこにも、あ、昨日会った子多分、そうや、すごい、そうや、やっ、すごい、ラッキーやな、めっちゃめっちゃ嬉しかったなあ。あ、気になってます。だって気にしてください、気にしてください、気にしてください。あ、ちょっと出てってなんかさ、口調やばい、変なんか、わかんない。アバター当たってん。あ、サカタンの、え、すごっ。え、自分のってこと？え、イケちゃんのさ、うん、間違えた。どういうこと？見てこれ、アバター。え、みんなユナさんやったで。え、これどういうこと？え、なんかアバター奇世界のところで、うん、アバター見たら、うん、え、ちょっと見てほしい。え、ちょっとなんか後で教えて。え、そうなる。え、すごい。昨日かな、一昨日かな、が NMB の日で、うん、え、でもさ、池ほのかなのにさ、坂田美咲になってるあ、でも彩香の当たってる人もいる、すごい。え、すげえ。え、すごい。ミーナの当たった人いますか？あれ、これってさ、勝利もしてなかったら当たらないんだっけ？わかんない。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんが好きなあの怖いあのお方ですごめんなさい、悪気ないです。皆さんが好きなあきら先生。え、すごい。え、何それ。さんやね、すごい。ピッカ、イケさん、モバメではあやか呼び敵視してるの、かわいい。え、かわいい、かわいい。ほのか、え、なんかさ、ほのか、えひな、テスト期間やからさ、うん、来てないからほのかと全然会ってない気がする。確かに、みんなテスト頑張って。2週間ぐらい会ってないほのか。誰か頭いい人勉強教えてあげてくださいバカみたいな言い方しんとっておいごめん。ヒヒは配信しない？だって、あの、学校がない日は基本しようと思ってるんですけど、うん、昨日一昨日はやっぱテスト期間ということでできませんでした。え、次またします、テスト終わったら。これハートか。コウジさん、トリプルさん、ちょっと後ろでなんかしてるわ。ハートがたいです。あ、ありがとう、ハート。トヨタンさん、何これ、あのアイスかぶったペンギンやありがとう、あとでねなんか踊ってるんです、この子が。ちょっとアバターよくわからんかったわ、うん、むずいよな。えの、よしとさん、ありがとう。おうちゃんさん、ありがとう。手振って、みんな、みんな手振って、みんな手振ってみんなに手振ってゆずはちゃん、ありがとうかすみちゃん、ありがとう。ありがとう。 Thank you。 Thank you。 あやくんのショールーム乗っとろ。いや、ダメですありがとう。もうでももう終わるで、公演始まるから。あ、そっか。そう、リーダーさん、テイさん、タナの人さん、ありがとう。あ、そっか。でもちょっと自然したいんだよね。ショーマン頑張ってね。ショーマン、あ、ショーマン、ショーマン、ちょっと見せてあげて。ショーマン、ショーマン、いいなぁ。みんなめっちゃ楽しかった。楽しかった。出たい。ピカも、ピカも、ピカかわいい。ピカかわいい。チキンナンバさん、カズノブさん、リーダーさん、マサノリさん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。桜田彩香です。違います。桜田です
これ見方わかんないわ。あと5分して、あ、イケが言うんだったらやるわ。いや、ほのかなそれ、うん、そう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 、ほのか、やっほー、スクショしとこう、面白い、やっぴー、ほのかちゃん今日は髪の毛ボサボサ、すごい、あやかのアバター当たったって人いる、すごい、すごい、でも髪全然違うよこれ。私だ、違うね、それは、うん、それは違う、え、なんかその桜田彩香っていう文字を持ったアバターがあったから、うん、あ、そういうことか、あやぷんじゃない、あ、そういうことね。待って待って、みんな同い年なんですかって来たんやけど、あ、全然違います、全然違います、なあ、あ、うちの周りカスつけたやつがやってきました。ちょっとね、エクエクチーズバーガーを、ね、食べているので、あ、しら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 、4人です、めっちゃドアップやん、コメントアベアピョントランプしてる、どういうこと、これ売ってないもいかんの、どうすんの、あ、こういうことか、あ、うん、やばい、 またモバメで返信するぜ、頼むわ、モバメの返信めっちゃ見る、え、見る、めっちゃ見るし、全部見る、ブログも全部見ます、あのモバメで来てる人本当に覚えるんで、めっちゃ、え、ほんまにな、マジで3回読み直す、うん、1人で牛丼屋入れる、え、全然余裕。全然余裕、なんかあのセレクションらへんからマジで全然余裕ない、ね、この前1人ラーメン行った、もう行けるわよ、この前行った、行ったことないかもしれへん、一蘭行こう、ほんまに、え、行きたい、行こう、食べたい、一蘭、マコ一緒にご飯食べに行こう、てかみんな行こう、アミのゴリで、うん、アミのゴリにしよう、なんでアミ、え、なんとなくアミ、アミは最初なの、うん、アミ最初って言わないで、アイちゃんがいいじゃん、マコチ、マコチ口の前、言ってないわ、マコチ口の周りにカスついたみたい、あ、なんか詰める詰める、あ、やだ、無理、私ハンバーガー無理なんです、私無理なよ、ハンバーガー、ついてない、ほら、アイちゃん好きや、いけます全然、でもスキヤで牛丼食べない、まこちゃん来ると思ったって、だってまこちゃん、まこちゃんだってさ、あやかのさ付き人みたいな感じでさ、よく一緒にいるからさ、いけ、え、ほの壇上落ちた、ちょっと這い上がって頑張って、え、壇上落ちた、うん、一人焼肉は行ったことないんですけど、うん、行きたい、行きたい、この間さ友達と焼肉行ってん、うん、終わり？終わり？学期末？うん。終わり？え、終わり？一年の終わりに行って、うん、楽しかった。からの？からの？あ、落ちないの、まさか。あ、ないです。徳島の候補生のことラーメン行ってた話本当ですか？え、徳島？なんで知ってるの？行った。行った行った。行った行った。ユニバ行こう。こう。まこちのって会話。ちょっとかわいい、かわいい、ね、ちょっとちょっとしー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 、誰が来たかちょっと当ててもらおう、誰が来たんでしょう、ヒントは死んだ色の手をしています。そうする、私行きます、バイバイ、頑張って、私頑張って全身全霊でメイクをします、え、かわいい、リサ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 、え、ちっきょやばい、かっこいいじゃん、かわいい、リサちゃんです、リサちゃんです、リサちゃんどっか行っちゃったんですけど、リサちゃんでした、リサの血色悪いんですよ。あの YNN の前の生放送見てくださった人は知ってるかもしれないんですけど、スペシャルゲスト、え、また来た、誰やろう、あ、失礼します、あ、来た、すごい、3次元に登場した、さっき、いい、映れる、え、ちょっと待って、暑い、やっほー、やっほー、お疲れ、アピオンのポテトの方が冷めてる、え、冷え冷えじゃないこれ、うん、来た、頑張って、行ってきます、ちょっとおいで、おいでおいで、みんな、みんなおいで、あ、お疲れ様です、こんにちは、こんにちは、え、充電やばいね、アークもやばい、え、もう出た方がいい、良さげ、あと10分か、ありがとう、バッコ、アヤピッカーで頭ちっちゃい、めっちゃ赤ちゃん、バブ、おいでリサ、並んでバッコ行っちゃった、全然全然、みなちゃん頑張った、髪頑張ったんです、うん、これ自分でやったん、そう、え、すごい、え、人生初やで、髪でしょ、待った、ビヒノール、めっちゃ急いでる、うん、激アツなんですけど、え、激アツだったのにさ、一瞬でさ、いなくなっちゃったんだけど、どうしたらいい、熱々、呼んできて、あやほのや、あやほのやったけど、今あやしかいません、残念、来た、あ、来た、来た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 よ、来たよ、いけ、
え、でも壇上落ちちゃって。泣いた。えらい、ごめん。お疲れ様です。ありったけの星は抜けたね。もう写真撮りますか？あ、愛香さん、もう撮りますか？あ、撮るっぽい。あっちで撮りますか？あ、行きます。移動します。ちょっと、行きます。え、これ繋がったまま移動するのありですか？あ、こういうこと？面白。失礼します。あ、しおんさん。なんピカこれ持って。え、みんな食べて、あのケーキとか。あ、いただきます。嬉しい。いいしよ。え、なんか。あ、どんな動かすか。真っ暗。めっちゃ今放送事故みたいになってるから。ちょっとこっちに移動します。あ、ピカありがとう、これありがとう。今まだショールームついてるんです。マジで。皆さんこんにちは。あ、映ってください。吉野美里です。はいはい、バイバイ。ね、私美咲さんが公演出るときは一緒に出れないのが寂しいんです。新しいポジを覚えてる。え、覚えたら出るんですか？覚えたらだって一緒に出れる。じゃあ出ます。ちょっと一緒に出たいんですね。バイバイ。おでこが綺麗な美咲さんでした。バイバイ。バイバイじゃない、先輩先輩バイバイって言っちゃった。待って、ピカありがとう。どうしようこれ。食べてんの今。え、食べてない。ちょっと置いとこう。もう食べていいよ。え、食べていいよ。もうサメサメ。食べていいよ。みんなもうお腹いっぱいで空いてないから。これ合ってる？なんかさ、このさ、このさ、グダグダな状況をさ、YouTube にアップされるって考えたらちょっと怖い。やめて。ピカ、ピカ、ピカ、月見と。先輩、タメ口か？違います。私と美咲さん仲いいから。でもタメ口じゃないんですよ、いつも。ピカ、ピカ、ピカです。うちのショールームみたいになってる。うん、確かに。ちょっと乗っ取らんで。乗っ取るわ。乗っ取らんで。まやぴょんとみさきさん一緒に出てほしい。出たいです、めっちゃ。髪の毛くるくるやな、ね、そう、巻いたけど取れてきた。え、めっちゃいい匂いした今。嘘やん。やだ。そう、みさきさん、もう53分。ほんまや、もうちょっとしたら終わろう。6時になったら終わろうかな。2人ただダイヤモンドなんで。めっちゃチョスってきてる。めっちゃチョスってきてるくない？人気。うん、美咲さん人気。そうね、うちらね、ナンバトルもね、美咲さんとグループ違ったしね。そうそう。え、ナンバトル懐かしいな。それな、もうあれから何ヶ月、何ヶ月？めっちゃ経ったよな。なあ。そう、間違えてバイバイって美咲さんに言っちゃった。間違えた。ごめんなさい。あの、ちゃんとあの先輩後輩の関係はできてるので安心してください。みんな優しい。みんな優しい。あ、来た。あ、来た。ちょっとこれ隠して、このロゴは。例のロゴはダメよ。M こんちゃ、こんちゃ。まだえぐい。なんかさ、あ、来た来た来た。行け。しなる。しなるんや。シオンのことを下に見てるって言われてなかったって。私違うんですよ。あの、下に見てるって見下してるの下じゃなくって、あの、シオンさんが眠たいってなった時に私寄りかかってきた時によしよしってしてたから、多分あの、私がシオンさんのことをあの年下扱いしてたみたいな話だと思います。シオンさんに中途からいました。いいな。ピカルンと7歳差やか。何歳？ 15 よな。とあとちょっとで16か。4歳差です。4歳差。なんかさ、さっきさ、ミヒナとヒカルとやかさ、3人は同い年って聞かれたんやけどさ、ちょっと泣きそうやわ。
やだよ。だってさ、中学生って言われて嬉しくなくね。な、そうです。一応高校生。一応、あ、そうやった。高校生。高校生。高校生やった。なんか中3のイメージが抜けんかも。やな。うちも自分でそうやん。ウィンクちょうだい。できてる？目悪くて全然見えない顔が。ここまでしか見えん。海水が目に入ってる。あ、痛い人やんそれ。マコチって怪獣って来てるんやけど。まあ、めっちゃ引かれる。違う。あれ、ヤヨに前言われてたやつ。ずるいな。言わんから。大丈夫。ありがとう。オールアップ3分。あ、マジ？これもう始まるやん。あ、これどこ？バリロゴ映ってて草。あ、映ってたっぽい。あ、あの某某。MM。スコア M ドナルド。某ホニャララホニャララホニャララ。どっち派？ま、うんのか、ま、うんとか。あ、そっちそっち。ど。ど？ど、どう言わん。あ、わかる。どうやんの？え、ど。どうじゃない？ど。いやいや、そう、関西だけやで、ほんまに。あ、今日、今日、ちょっと。え、関西人マジでさ、あの、日本全体の空気読んだ方がええって。あの、エスカレーターのさ、ルールとかもさ、あれやん、なんか右とさ、左がさ、ちゃうやんか。ちゃうやんか。うん、あー、え、これに日本語。日本語。イケホノはパイセンのお弁当を食べて号泣したらしいね。ほ本当に泣いたの？なんかたまに聞くんやけどさ。そうなん。先輩の食べかけ弁当食べれて嬉しかったってこと？え、うん、なんか多分名前書いてるやつ食べたんやと思う。あ、そういうこと？うん、わかんないけど。やってもったみたいな。うん、食べかけ弁当嬉しくってなくて、やだ。食べかけ弁当嬉しいな、でも。元ヤンですかって切れるんやけど。誰が？え、わかんない、コメントで。あやぴょんが？え、私は元ヤンじゃないです。え、イメージないかも、うん、実は。え、元ヤンじゃないよ。そうでしょ。あ、来た来た。映る？映ってる？うん。ちょっと意気込みをどうぞ。どうぞ。頑張ります。バイバイ。あ、坂田坂田坂田暗っ。映ってる？映ってるけど暗いよ。危ない危ない危ない。その衣装危ないんや。次お話変えたら撮ってもいい？もう撮ってください。分かったわこれ。オンラインお話変えぴょん行こうかな、うん。あ、マックって呼びます。ほら、マックの人おるやん。え、マクド。どう？何が？マクドやんな。マック、マクド。両方使う。いや、ちょっと、もうバイバイ。ほんまにバイバイ。ほんまにバイバイ。ちょっと、ほんまにバイバイ。マックやろう。お、どう。関西マクドやろ。奈良か。奈良ですよ。奈良ですよ。奈良ですよ。かわいい、これ。これ今日。うん。ちょっと危ない、ね、ああ危うい2人目。危うい人やん。一番危うい。あ、指さ、あ、だってなんか刺さってんけど。ごめん、騒がす人。めちゃくちゃ生地チェック、生地チェックされてる。オールアップ、あ、やばい、オールアップだ。もう終わった方がいい。さっきかな、ちょっと遅くないか。粘る。ランキングやってます。うん、ちょっと待って。コメント、ありがとう。食べた？コメント一番上まで。私のマック。ギリ。あやぴょんとやよいちゃんのコンビ好きなのでツーショット待ってます。待っててください。あやよん、あやよんっていうさ、コンビ名さつけてもらったのにさ、全然さ、多分やよいももう忘れてる。多分初めて聞いた。なあのミクチャでつけた。あやよん。え、アミがさ昨日さ、うん、配信で、うん、娘になるって言って。え、そうなん。娘なんや、かわいい。アミやったら全然もう大歓迎。そうだから娘になってくださいってさ、コメントしたらさ、あのな、うん、あの、うちが普通のファンの人のコメントやと思ってな、普通に言われた。かわいい。めっちゃ面白かった。ぴょんかつしたいのでまたご飯待ってます。どうぞどうぞって何？あのぴょんかつってあれか、私の、うん、私が食べた。え、あやか、あの、あ、何人か報告来たよ。チャーライ食べたっていう話したら、チャーライ行ってる人いた。かわいい。チャーライがわからん。チャーライ、え、マジで美味しかった。海鮮丼食べたって。え、ほんまに？
え、でもあれでしょ、同じお店じゃなかった、うん、なかったって言ってた。なんか支店なんて言うんでしょうね、なんて言うんでしょうね、あの系列、そう系列みたいな。どうやどうやって当てたの？え、何分ある？長めで送った？え、送ってないで。どうやって当てたの？え、わかんない。オールアップです。じゃちょっとオールアップ来たんでランキング見ます。ちょっとランキング読んで終わります。あ、トヨタンさん、かすみちゃん、コウジさん、アイテムありがとう。ごめん、こんなにグダグダで。炭酸せんべいさん、トヨタンさん、キーちゃんさん、ありがとう。ちょっとランキング見ます。すいません、こんなグダグダで。どうやって読むんだっけ、これか。ちょっと読んでいきますね。13位チキンナンバさん、ありがとうございます。12位うっかりたんさん、ありがとうございます。11位しんのすけさん、ありがとうございます。ちょっとやばい。10番ココさん、ありがとう。9番コージさん、ありがとう。すごい流れ星。8番つよぽんさん、ありがとう。7番キンキンさん、ありがとう。6番キャベツさん、ありがとう。5番かすみちゃん、ありがとう。4番かずのぶわらさん、ありがとう。3番きーちゃんさん、ありがとう。2番とよたんさん、ありがとう。じゃあ1位ただの人さん、ありがとう。ただの人バン、あれバンだっけ、いいだっけ、どっちだっけ。ちょっとごめんなさい、もう始まるので、みんな難波笑顔開花宣言公演劇場に足を運んでくださる方とか、ゲーム M で配信見てくださる方とかね、すごい嬉しいので、皆さんね、よかったら見てください。はい、じゃあ、あ、ちょっと最後バイバイってしましょう。はい、はい、バイバーイ。マコリンさんと、え、マジ？バイバイ。映って。バイバイ。坂下真子のショールームありがとうございます。いや桜田、桜田です。桜田。関西県ほのかのショールーム。いやいや桜田。桜田ほのかの。あ、そうだった。あ、それあったらいいよ。桜田ファミリー。バイバーイ。イエーイ。どうやって終わるんだっけ？あれどこだっけ？これか。うん？あれ？何これ、うん、あ、これか、ありがとう。じゃあバイバーイ、うん、バイバーイ。